深沢城は静岡県御殿場市にかつて存在した日本の城。一部の遺構は現存する。まぶ川と抜け川の合流地点の丘に配された地形を生かした要害であった。静岡県指定史跡。起源は深沢市の城官であり、16世紀初頭に今川市の今川宇治地下が国境と街道の守備のため深沢城として築城した。 1568年に、武田信玄が一時占領するが、1570年には、北条氏康、宇治政夫氏が3万8000の軍勢で攻略し、選挙、北条綱重を上司として配置した。しかし同年末には、武田信玄が大軍を率いて、包囲、結局翌年の1571年に、北条綱重は、深沢城を退去し、深沢城は再び、 武田家の支配下となった。この包囲戦において武田方は力攻めを採用しなかった。まず幸福勧告や守備側のモチベーションを低下させるヤブミによる揺さぶりを用いた。また、深沢城攻めにおいては、甲斐の国内の黒川金山の金山州を動員した破壊工作が大きな成果を上げ、後に金山州へは、 各種税の免除といった報酬が与えられた。武田信玄による再生複合は改修され、天正10年3月まで武田方の城として利用された。年未章10月27日には上司と考えられている駒井正直が巨城である深沢城の防備と御法城方の足柄城の様子を伺うことを命じられている。年代は元気2年もしくは天正7年。 翌8年に推定されており、正直のほか小前宮内大輔、内山城代、小山田虎光の子である、小山田大学助も在場している。小山田大学助は、天正10年3月の小田、徳川連合軍の武田良親公に際して、信の高遠城へ移っている。深沢城は、武田氏が滅亡すると、深沢城に火をかけて、正直らは退去した。 その後同地が徳川市の所領になると、深沢城は北条氏への備えとして再建され三宅康氏が守備した。しかし1590年に北条氏が滅亡するとその役目を終え、深沢城は破却された。遺構として残存しているものは武田氏の統治時代に形成された丸、前田氏やその前面の三日月堀などのみで、 これら以外の大部分は個人所有の農地や宅地となっている。1960年には静岡県の史跡に指定された。JR 御殿場線御殿場駅からバスで15分、深沢城市下車。御殿場駅から徒歩では約30分。ありがとうございます。